どうもアガポニーです。今回は双龍時にモンスターを連続して壁にぶつける方法について紹介したいと思います。モンスターを壁にぶつけるには壁方向を向いて Y ボタン、突進離脱の操作でできるんですが、そのままにしてるとすぐ降りちゃってね、双龍状態が終わっちゃうんですよ。ただ壁にぶつけた後も双龍状態を維持して連続で壁にぶつける方法があるんですよ。というわけで早速紹介したいと思います。はい、操作は単純で、壁にぶつけた直後 B ボタンで回避操作を入れるだけです。そうすると少しだけ双龍状態を維持できます。なのでその間にもう一回壁に向けて Y ボタンを押すだけ。回避操作自体はかけり虫が必要なので、2つある状態なら2回、3つある状態なら3回連続して壁にぶつけられます。ただね、少し難しいのが、ぶつけた後モンスターが反対方向を向いちゃうんですよ。ぶつけた壁にもう一回振り向くほどの時間はないので、前後に壁があるような通路上の場所とか角際とかがやりやすいですね。これね、うつし教官がダウン回避だダウン回避だ今だダウン回避だみたいな感じでずっと教えてくれてたんですけど、意外と気づかなかったので紹介してみました。はい、というわけでこの動画は少しでも面白いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いいたします。それではまたピッ。